始めます、はい。今何が問題になっているのかをちょっと改めて、資料も配布させていただきましたので、ちょっとそこのところから始めた方がいいかなと思うんで、ちょっとお配りをいたしました。でこれ2セットこうありますけれども、これは我が党の田村智子参議院議員が11月20日に内閣府から提出を受けた資料であります。だから内部資料とかではなくて、正式に政府が提出した資料です。で、これ、どういう性格のものかというと、いわゆる桜を見る会の、発送を業者に発注したときの、その仕様書であります。要するに業者に対して、どういう形式で招待状を発送するかということが、国名に書かれた中身なんですね。で、この間、国会で取り上げてきたのは、この例えば2015年のを見ていただきたいんですけど、2015年の仕様書のですね、1、2、3、4、5枚目に、マーカー引いてあるかな、マーカー引いてある、あ、引いてありますね。そこにあるようにですね、招待番号の見方、〇〇は招待区分でということが書いてあります。それからその後ですね、後ろから3枚目を見ていただくと、招待区分というのがございまして、で表1がありますね。でこの横に番号が振ってありまして、小さい字で大変あれなんですけども、60から63というところが総理長官等推薦者というふうになっております。 ですからこの招待区分の60というのは、まさにこのどういう方が推薦した枠なのかということを示すものになっているということなんですね。でちなみにこれが2015年です。で2016年のものも見ていただくと、同様のことが書かれておりまして、1、2、3、4、5枚目のところの受付表番号の見方は以下の通りということで、丸々招待区分から丸々整理番号となっている。で後ろからですね、3枚目を見ていただくと、封筒に入れた封入のパターンということで、括弧の数字は受付表の招待区分ということが書かれておりまして、上から A、B、C とあります。C の総理長官等の推薦者、60、61、62、63となっていると。で、この番号の見方としては、60、61、62、63と、で、総理長官等となっているので、推測するに、60は総理、61は副総理、62は官房長官、63は官房副長官というふうに推察される。で1枚だけ入れた、これは一つの例ですけども、いわゆるジャパンライフというですね、非常にこう、大変被害を与えた、重大な、問題を起こした、マルチ商法でですね、深刻な被害をもたらしているジャパンライフの会長がですね、宣伝に使ったチラシ、我々が入手したものですが、これを見ると、受付番号は60になっている。ですからいろいろとこの間我々調べている中身でいうと、いわゆる反社会的勢力、半グレと言われるような人物、あるいはこのジャパンライフのような社会的に非常に深刻な問題を起こした団体の推薦が、この60という推薦枠で行われている。でこの60というのは総理、あるいはその総理枠の中には総理夫人である昭恵氏の推薦も入っているのかもしれない。だからこれを今求めているわけですね。これは何か当たり前のことというか、なんか我々が特別な内部文書で入手したというのではなくて、政府が提出した資料を見れば、これ明らかにこの60という番号について言えば、これは総理枠の招待区分であるということはもう明白だと思うんですが、それすら認めない。でこの問題を取り上げた参議院の行政監視委員会
で、まあ、我が党の田村議員がこの問題を取り上げたんですが、まあ、かなりバーッと、質問したので、この中身まで詳細にわたって説明をしてないので、よくここのところはちょっと今日詳しくご説明した方がいいかなということでやらせていただきました。こういう性格の問題なんだと。要するになんかすごく大変なことを我々求めているのではなくて、政府が提出した資料を見れば60という受付番号はこれは首相の推薦枠でしょうと、招待区分は60は首相枠でしょうと、という当たり前のことをですね、政府が提出した資料に書いてあることを聞いているのに答えない。で、今朝のその行政監視委員会の理事会の場には官房長が、内閣の官房長が出てきたようですけど、これも答えない。で、要するにシュレッダーで文書は処分をしたのでわからない。じゃあその関係する職員に聞き取りはやったんですかって言ったら、やっていない。どうも内閣府のシュレッダーっていうのは記録だけではなくて記憶までシュレッダーにかけるということになってるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとこれはね、看過しがたいことでありまして、なんか我々その非常に高いこう剛速球の変化球を投げてるわけではなくてですね、ど真ん中の直球を打ってくださいと言わんばかりの球を投げているにもかかわらず、全くそれに応えようとしないというのが今の政府でありまして、これはさすがに看過できないであろうと。で、そういうことで先ほど幹事長、職局長会談が行われて4点について確認をしたわけです。まあ、ですからそのこの4点の確認、まあ、1つは桜を見る会に反社会的勢力がジャパンライフ会長が出席していたことについて到底看過できない。どういう経緯で誰の推薦枠で人数はどのくらいか、どのような警備体制を取っていたのか、これは明らかにしてほしい。から2つ目に区分番号60が安倍総理、まあ、並びに昭恵夫人官邸とありますが、もう安倍総理の推薦枠かどうかということです、焦点はね。これは明らかにする。で、このことを明らかにすることによって他の法案審議の環境が整うと考えるということで、まあ、ここなんです。やっぱり60という区分番号が総理の推薦枠であるという、まあ、ほぼ明白な事実を認めていただきたいと。そのことすら認めないのであれば、これは他の問題の審議に入る条件が失われているでしょうと。それをやってくださいねということを我々は求めているわけでね、重大な決意を持って臨むと。で、この問題については先ほどの会議では、安住立憲民主党の国対委員長の方から経過報告があり、原口、国民民主党の国対委員長からも、あるものをないという、分かっているものを分からないというということはこれは許されないということで一致して、同じ立場で重大な決意で今後の審議については、この問題が示されない限り審議に応じていく条件はないというふうに判断して、衆参の、各野党の国対委員長の合意で決定していますという報告があり、それを受けて職局長幹事長としては異論なく一致して一致結束して臨んでいこうということを確認をいたしました。私から言います。ご質問ありますか。はい。他の法案審議に、まあ、環境のところまで応じられないということだったんですけども、具体的にはですね、明日以降の委員会とか本会議について出席をしたりだとか、審議を具体的にどういうふうにされるというところがあるんでしょうか。まあ、具体的にどう進めていくのかは国対でいろいろと相談していくことになりますけれども、まあ、要はもうこのくらいのことすら明らかにしないでこういろんな問題を議論するという条件はないでしょうということですから、まあ、当然新たな日程の調整などはもうこれはできないと思いますしね、今後のやっぱり日程を立てていくということについては、まずはこれをやってくださいと、この答えをくださいということを各現場現場で迫っていくということになるかと思います。はい。
委員会を欠席したいとかっていう考えは、それはどういう状況になるか、状況を見ながら判断しますが、まあ、要するに ここに書いてある通り、法案審議の環境が整う、逆に言えば、これを明らかにしなければ法案審議の前提を欠く環境はないということになると思います。我々は重大な決意を持って臨んでいきたいと。繰り返しになりますけど、本当にね、こんなことすら認めないで、これはね、国会の議論の前提がやっぱり崩れてますよね。60番は総理枠ですと、この一言さえ認めればいい話ですから、これは与党の皆さんにもぜひですね、そのくらいはやろうじゃないかという声を上げていただきたいなと思います。はい、朝日新聞小林です。国民民主党の参議院側では議論審議の追及ミスだということも結構評価されていたんですが、でもその幹事長直接会談の中では国民民主党からそんな意見は特になかったんでしょうか。要するに衆参の国対委員長は会議をやって今の方針を確認をしているということが国民民主党の原口国対委員長からも報告がありました。それを受けて幹事長、書記局長で確認をしたということです。衆参の国対委員長で合意していると。よろしいでしょうか。すみません、はい、確認なんですけど、はい、この番号60を明らかにするというのは、まあ、できれば早い方が、早ければ早い方がいいと。で、明らかになるまではもう1分後でもできる話です。本当にすぐできるから、すぐやんなさいと。その場はどういう責任になるんでしょうか。その場、その報告の場というのは、与野国やるのかな。まあ、向こうに伝えて、向こうに伝えて官邸がそうだって言ってしまいでしょ。そんなややこしい話じゃないし、もう60は総理枠です以上っていう話ですから、もう30秒で済みます。我々投げているボールはそういうボールだということはぜひご理解をいただきたい。こういうことすら認めないでね、国会はやっぱり成り立たないですよと思います。よろしいでしょうか。終わります。はい、どうもありがとうございました。